はい、ということで、引き続きやっていきたいと思います。まあ引き続きというか今回は引き続きやっていきたいと思います。毎回ね、日をまたいでやるプレイばっかりだったんですが、前回ですけどゲームオーバーになってしまいましたので、ちょっと本当は、ゲームオーバーになったところでセーブして終わりたいと思っていたんですが、追撃者、変態さんですね、変態さんが予想以上に追っかけてきたもので、その先のここまで、なんとか逃げてきました。でこの手前で一回イベントがありまして、まあ、床が抜けて、上から荷物が落ちてきますがどうしますかみたいなイベントがあって、避けた先にここのところまで来たというところですね。はい、というわけで、やっていきたいんですけど、まあ、その前に、まあ、前回のプレイをどこまで皆様見て覚えられているかちょっとわかんないんですが、一番ちょっと最初に引きこもっていた、コンテナの中に引きこもっていたおっちゃんが死んでいたということをちょっとね、見に行ってきたり、いろいろちょっとクランクを使って、途中で手に入れたクランクを使ってアイテムを、回収してきました。まあ、その結果ちょっとショットガンの数がだいぶ、増やすことができましたということで、まあやっていきたいんですが、ちょっとブルーハーブも組み合わせておこうかな。あ、単独で組み合わせれないんだブルーハーブって。知らなんだ。お、ちゃでなんですが、まあ実は、その逃げ切った後ここまで来て、ちょっと事前にちょっとプレイしてみたんですが、この先でちょっとボスなのかな、ちょっとそういう敵が出てきまして、何回やっても死ぬんですよね。ということでこのプレイもちょっと数回実はプレイしてまして、難しい。まずこの雲は虫ですよね、基本的に。お、引っかかった。というわけでちょっとショットガンだいぶ手に入れたので、ショットガンをバンバン撃ってって倒していこうかなと思うんですが、まあ、ハンドガンなくしてもいいのかな。ハンドガンから使っていこうかな。そしてどこだ、目的地はこの電車のところに行くと思うんです。この電車のところに行く手前でちょっとしたねボス戦がありまして、どうもそれが難しくてですね、ヒット&アウェイっていうか、ヒットはしないかな、アウェイしてなんとか逃げ切るタイプなんですが、どっちだ、こっちか、こっちから行って、まあ、行くんですけど、まあ途中ね、また変態なおっさんにも襲われたりもするんですけど、まずこいつを倒してと。で、右か。おー、ちゃ、君たちいらない。で、ちょっとこの先に行きますよと。で、この先行く、あ、この先じゃないな。この先の先行くとか、変質者さんがやってくるというとこですね。いや、本当にでもこれ、どうなのですかね。まあ、毎回言ってますけど、ノーミスでプレイする人のプレイ見てみたいっすわね。ここの先に出てくるんですよ、奴が。こう出てくるんですけど、こういうのも避けながらいけるのかなと。お、いった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 、すげえすげえすげえ、こういうことか。
この空振っている間に行くテイクニック。おっ、あ、もう OK だけど、弾がハンドガンじゃきついな。ハンドガンじゃきついですが、ちょっとわかりませんけど、先々でね、ハンドガンじゃ全然相手にならない敵もいるのではないかと。生きとる？やっぱり生きとった。えい、なんかいる？あ、いるね。OK。で、ここでガンパウダーもあるということが先ほど知りましてね。まあ、進んでいくんですが。まあ、さっきの変態野郎の攻撃食らわなかったのがちょっと自分の中ではでかいですね。お、この揺れが前兆ですよね。まあ、一応救急スプレー持ってきましたし。今回も諦めて救急スプレーを使う勢いでやっていきましょうかね。で、ここで地響きがあって落ちてしまうと。いや、よくわかんないですけど、結構な高さだと思いますよ、これ。結構の高さからジルさん落ちたにもかかわらず、案外平気っていう。そして卑猥な生き物がやってきますよ。で、ここですけど、ボタンを押してここのなんか電力を回復させて逃げるらしいんです。ここのはしごの昇降機のスイッチだ。電力不足で動作できないようだ。で、なんですが、どうも揺れると出てくる。 OK、 これをいや、いいんですけど、この状態から逃げるって言うんでしょ。押しますか？イエスなんですけど、あ、ちゃ、ジルさん、そっちじゃないんですよ。まあ、今1個押しましたよね。体力はまだファインですね。いいですね。で、こっちにも当然このなんかあるんですよね。あるんですけど、おっと、いや、もう襲われる寸前ですよね。おっと、あ、一撃で、なんとか一撃ですけど、もう一個あるんかな。ちょっと2個までやれたのは初めてですけどね。こんなもないな。あらら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 。オッケー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 。逃げろ。え、これでいいのかな。な、まずい。これどうしましょうかね。あ、暗くデンジャーだ。ちょっともう救急スプレー使いますね。これでもどうやって OK、 下ろした、登りますよ。これどうやって受けるんかな。今ちょっと救急スプレーも使いましたけど、もうなんかイージーでやりながら救急スプレー使わないプレイしてましたけど、もういいですよね。ああ、で、ここに来るというとこですか。で、ここでアイテムを手に入れたので、この電車を動かしてグッバイしましょうかというところですね。なんとか帰ってきましたよ。
この電車を動かすのに必死になってやってきましたよと。あ、もしかして。No, don't come any closer. Stay away. あ、失礼。え、もしかして、あれ、ここアイテムボックスなかったでしたっけ？まずい。まずいよ。いやー、ないね。いやー、参ったな。これ、参ったね。これ、これアイテムボックスある。ここまでまた戻ってこなくちゃいけないパターン？あ、違った。いやー、そんなこととはつゆ知らずですね。やってきてしまいましたよ。じゃあちょっと取りに帰りますか。こっから出てきたのはいいですが、さっきの穴、どうなのかな？穴開いてましたけど、帰れますか？はあ、なぜか穴がない。バイオ、謎の。これまさか、あのおっちゃんおらんよね。いますかね。スターズって喋りまくる、あのおっさん。この先またいたら、私死んじゃうかもしんないな。一応万が一に備え、ショットガンぐらい装備しときますか。ん？お、あれを、下、地下行ったことでフラグが当たって、おっちゃんおらんだった。あー、次のイベントフロアへちょっと行ったんですね。よかったよかった。やっぱ先回りしないとね、ジルさんも、もう先行きますから。次のイベントが以上ここです、あっちですよ、みたいなことで、待っていてくれ、先で待っていてくれるのかもしれませんね。というわけで、ここ。で、路面電車の修理のためのアイテムを、まあ、ちょうどガンパウダーもいらないんで、預けてですね。いや、こんだけアサルトライフルもありますよ。アサルトライフル、あんまり強いイメージがないんですけどね。とりあえずこれを3つ持って、もう救急スプレー持っていこう。この救急スプレーセット、よくわかってないですけど、調べたら、スプレー缶、ばらまくぐらいの勢いの、2つ3つぐらい入ったアイテムと貸すんかな。ちょっとよくわかってないですが、無限救急スプレーセットみたいのにならないのかな。インクリボンみたいに。簡単に言えばなんていうか、あれですよね。ロックマンのエネルギー缶みたいなセットになる。バイオ、カプコンだからならないかな。よーし。帰っていきますよ。なんとか路面電車、直すとこまで、今日プレイできたらいいな。まあ、プレイしますけど。ここ直してでも、どんぐらいなんかな、半分ぐらいいったんかな。なんか毎回言ってますね。もうさっさとクリアしたいという気持ちでいっぱいですからね。こんな怖いゲームやってらんないっすよ。でも今普通に見てもビジュアル的にすごい綺麗ですよね。もうリアルタイムのこういうロード画面街じゃないですけど、そういうのもこの一画面ごとにこの画面が切り替わっていく感じも別にいいと思うんですけどね。多分今のは普通にこうなんていうか
スムーズに進んでいくと思うんですけど、こうやって逆にね、一画面に見えることによっての演出もあると思うんですよね。よし、帰ってきましたと。で、電力ケーブル、ヒューズ、コンオイル、まあ、ヒューズさんがいらないっすよ。導線でもつなげとけばいいじゃないですか。って思いますけどね。どう見ても、電気のホースよりも、なんか空気か何か、油のホースのように見えますけどね。だいたい混合オイルって何ですかね。軽油かガソリンじゃないですか。おわ、帰ってきた。カルロスさん。I'm sorry about Murphy, but there was nothing you could have done. あ、さっきの話。Yeah. あ、そうだ。Right, すごいタイミングで帰ってきたな。はあ。Nikolai won't be joining us. ニコライ。ああ。Come on, let's go. 忘れたけど、ニコライさん、自爆した人でしたっけ。お、ついてくる？お、ついてくる。苦しそうにしている。走って。さあ、運転だ。謎の。It's looking good. 簡単に動くな。あ、でも音は電車やな。ゴー。ミハイル。ミハイル。ミハイルって言いながら、ユウ行かないの？ユウ。Hey, what's going on in the back?ああ、行かないパターンね。行くしかない。行きましょう。行きたくないな。ミハイル。ミハイル。ちょっと。ああ、もう。もう死ぬ死ぬ。ジュ、ジルこの車両から出ろ。あ、そうっすか。ミハイル、wait, don't! Get out of here! ハリー、ハリー、じゃあ出ますね。こんなやつに勝てる気がしないっすよ。あ、頭なくなった、ミハイル。あ、いや、あんだけガラス割れるようなやつは。まさか。ああ、自爆。そんでも死なんのやろ、あいつ。どうせまた次のイベント会場やってくるんやろ。No, the brakes are out. 行かれた。どうした。ああ、さあ窓から飛び出す出すんでしょう。It's useless. もう持たない。No! いやー、この速度やべえっしょ。飛びだ。いや、飛び降り。た方が死んだぞ。何キロで出たか分からんけど、70キロとか80キロ出てたんじゃないですかね。なぜ生きてる、ジルさん。腹抱えとるよ。まあ、さっきのダメージがありますね。いやー、なんとかミハイルさんの自爆によってクロックタワー、まさかシザーマンがやってくるんですか、こっから。いやー、まさかですけど、まさかのクロック、おーおー、これはちょっと本格的な。謎解きの予感がしますよ。そして炎に焼かれても生きている。やばい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 。
とりあえず行くしかないですね。いやーセーブしたい。ああ来た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 。いやー有言実行やな。セーブしたいっていう気持ちがここを読んだと。まあとりあえずちょっとお腹抱えてますが、ここでセーブして終わりましょうかね。まあこの戦いで一位クラブには仕方がないんかな。時計と今、はい、ということで、無事路面電車を動かし、次のエリア、よくわからないクロックタワーに、いや、クロックタウン？クロックタウンですよね。クロック、でもタワーか。まあいいや。とりあえずこの、セーブポイントまで来たということで、次回この先を進めていきたいと思います。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。では失礼します。